活した高知競馬弱者の戦略。四国唯一の競馬場高知競馬。高知競馬は一周1100メートルの小さなダートコースの馬場を舞台に熱い戦いが行われる地方競馬場です。現在は地方競馬の中でも屈指の人気の競馬場であり、高知競馬は2021年度売上は約950億円で、2008年度が約38億円だったことを考えると驚異の伸びを見せています。この売上高はビッグレース開催を行う大井競馬並みのものであり、ドローカル競馬場である高知競馬がこの売上を記録していることはまさに経営努力の賜物です。そんな高知競馬ですが、売上低迷期には損廃問題に揺れる地方競馬場の一つでした。今回は高知競馬がいかにして復活したのか、その戦略に迫っていきます。中央競馬と地方競馬。日本には2種類の競馬があります。それは毎週土日に開催され、世界有数の高額賞金をめぐって最高峰の戦いが繰り広げられる華やかな中央競馬、その地方の娯楽として発展した地方競馬の2種類です。それぞれ主催が異なり、地方競馬は基本的には地方自治体の財政に寄与するという目的で開催されます。中央競馬においては芝コースでのレースがメインとなっていますが、地方競馬はダートコースでのレースがメインで、盛岡競馬場以外は芝コースが設置されていません。ダートコースは管理が容易で、芝コースのように芝を生育する必要がありません。年間を通してコース状態を保つためにはダートコースにする必要があるという部分もあり、ダートコースでの競馬が地方競馬ではメインとなっています。地方の身近な娯楽として地方競馬は発展していきます。日本経済がバブル期に突入した1980年代後半は、地方競馬は莫大な売り上げを誇る一大コンテンツとしての地位を確立します。そしてその売り上げは地方自治体の一大収入源となっていました。この売り上げによって賞金レベルも高水準にキープされ、それに伴い馬のレベルもそれなりに担保され、白熱したレースが展開され、それがまたファンを獲得するということにもつながっていました。地方競馬の低迷期と損廃問題。そんな地方競馬界でしたが、風向きが変わったのは1990年代中盤です。日本経済のバブル崩壊に伴う混乱や、華やかな中央競馬の馬券を全国のファンが気軽に買える環境整備が進んだことで、急速に地方競馬は売り上げを失っていきました。売上低迷によって赤字を垂れ流すようになった地方競馬は、地方自治体の財政に寄与するヒーローから一転し、地方自治体にとってお荷物という扱いを受けるようになってしまいます。市民からは競馬場の赤字を税金で補填するのかという批判もあり、2001年の中津競馬の半ば強引な廃止劇が引き金となり、2000年代半ばにかけて地方競馬の廃止が相次ぎました。特に売上規模の小さかった地方競馬の中でもローカルな競馬場は廃止という選択肢が現実のものとなっていました。ドローカルの高知競馬。そんな地方競馬の損廃問題に揺れる競馬場の一つが高知競馬場でした。高知競馬は高知県と高知市で構成される一部事務組合、高知県競馬組合が運営する地方競馬で、地方競馬の黄金期には財政に寄与する存在でしたが、赤字に転落し、2003年には累積負債は88億円にも達しました。そのため地方競馬のファンからは、次の廃止は高知かという声も聞かれるようになりました。巨額の負債を抱える高知競馬は、存続か廃止か。揺れ動く中、負債を高知市が肩代わりすることで存続が決定します。しかし高知市は条件として、あと1回赤字が出た時点で即廃止という条件を突きつけます。そこから経営面で高知競馬は崖っぷちの戦いが始まったのです。ちょうどそのタイミングで高知競馬を救うアイドルホースが登場します。春うらら。障害成績113戦0勝、一度も勝利を挙げることはできず、強い馬が称賛される競馬の本質から対極の名馬です。春うららはリストラ時代の対抗馬と評したのを皮切りに、負け組の星として全国的な人気知名度を獲得し、106戦目のレースでは中央競馬のトップ騎手武豊騎手が騎乗して出走し、馬券売上は5億1163万円を記録。一連の春うらら貯金は高知競馬復活へ向けての重要な資金となります。春うららは2004年8月のレースを最後に引退し、高知競馬は春うららに頼らなくても黒字を確保する必要に迫られました。そこでまず行ったのがコストカットです。企業の経営再建でもまず行われるのがコストカットによる歳出削減です。まずはレース賞金と出走手当の削減です。最下級競争の一着賞金は一時9万円にまで切り詰め、高知のダービーにあたる高知優駿黒潮ダービーの一着賞金はわずか30万円にまで減額します。
もちろんこの減額はトレーナーやジョッキーなどの競馬関係者の生活に直結するものであり、まさに身を切る改革でした。この賞金水準は地方競馬の中でも最低水準であり、これを受け入れたのは競馬場がなくなるかもしれないという危機感でした。ただこの策はただでさえ弱い馬ばかりだった高知競馬から少数の強い馬の移籍という事態を招き、馬の質としても最低レベルに限りなく近づきました。さらに人の面でもジョッキー不足という問題の大きな要因となりました。経営努力という部分は細部にもわたります。清掃業務などこれまで外部に委託していた業務を職員自らが行い、トイレ掃除の担当を高知県競馬組合管理者、つまり組織のトップが行うという姿も報じられました。その他にも高知競馬で所有馬を走らせる馬主の協会である高知県馬主協会の有志がボランティアで高知競馬場の草刈りを行うなど、全ては高知競馬の存続のための努力を行いました。弱者の戦略。しかし黒字経営を続けるためには馬券売上を伸ばす必要があります。馬券売上を伸ばすためにはという議論の先にたどり着いた一つの答えがナイター開催でした。ナイター開催はインターネットでの馬券売上にシェアが移行しつつあることを考えれば売上拡大が見込め、特に土日の中央競馬終了後の売上は期待できるタイミングです。高知は気候的に年間を通して比較的温暖で、冬季でもナイター開催が可能な立地であることもプラスに働きます。しかしナイター開催を行うためには照明設備などを整える必要があり、補助金などを活用しても7000万円ほどは高知競馬からの手出しになると試算されました。ここで高知競馬は賭けに出ます。ナイター設備の設置のために春うらら貯金をつぎ込み、全国初の通年ナイター開催を行うことにしたのです。もしもこれで売り上げが伸びなければ廃止は確定的なものとなる大きな博打だったのです。高知競馬はこの賭けに見事に勝利します。ナイター開催によってインターネット投票による売り上げを伸ばし、特に中央競馬終了後の土日のナイターは売り上げを伸ばしました。さらに企画力でも売り上げを伸ばします。高知競馬は独自の試みとして多くの開催日での最終レースは一発逆転ファイナルレースを企画します。このレースは指定されたクラス内にいる馬の中から記者選抜により、直近は大敗が続いている馬が選抜されます。揃いも揃って他のレースなら買い目から真っ先に外される低迷馬ばかりで、馬で予想しようにも決め手が全くない、騎手で予想しようにも騎手の実力でもカバーできない馬ばかりと難解を極め、結果一発逆転可能な高配当が生まれやすいレースとなっています。このレースは馬券ハンターたちには非常に好評で、高知競馬の名物レースに成長しました。このレースだけで3億円以上売り上げることもあり、高知競馬としてはモンスターコンテンツとなりました。このレースは馬券売上という面だけでなく、弱すぎる馬の救済という側面もあり、馬主としてはチャンスがあるかもしれない、勝つ瞬間を見られるかもしれないと歓迎されました。高知競馬はネット戦略にも積極的です。高知競馬は YouTube にてチャンネル運営を早くから乗り出し、特にモーニング展望は名物となりつつあります。第1レース発走時刻の約1時間前に放映される生番組で、レースを控えたジョッキーが自ら出演します。司会の橋口アナウンサーが鋭いツッコミでジョッキーの本音を引き出し、馬券展望に役立つ番組として認知されつつあります。そういった努力もあり、高知競馬は廃止の危機から一躍地方競馬界を引っ張る競馬場へと成長を遂げました。現在の高知競馬と次の目標、そして今高知競馬はさらに攻めの経営を見せるようになりました。ゲート上部の LED 照明や、これまで橋口アナウンサーの実況しながらラップタイムをストップウォッチで計測するという神業に頼っていたレース中のラップタイム情報を自動化するなど設備投資を行っています。さらに全国最低水準だった賞金レベルも引き上げ、高知優駿黒潮ダービーは1着賞金1600万円、高知競馬のグランプリレースである高知県知事賞はなんと2000万円という、地方競馬の中ではトップレベルの賞金水準となりました。これに伴い、このレースを狙った他地区からの遠征馬に加えて、中央競馬での実績を持つ馬が高知競馬に移籍する例も増えています。例えば今年高知競馬に移籍したグリムという馬がいます。グリムはレパードステークス G3 や名古屋大賞典 G3 など重賞5勝の実績を持つ実力馬です。そんな実績馬でも高知競馬では最下級のレースから出走可能です。というのも高知競馬の場合は4月と10月の年2回にクラス分けの見直しが行われるのですが、その時に基準となるのが直近2年の賞金です。直近2年、
故障などで満足にレースに出走できず、賞金を獲得できなかった馬の場合、高知競馬では最下級のレースに出走可能で、そこから勝ち上がることで上位クラスのレースに出走できます。当然こういった実力馬が高知の最下級レースに出走すれば、ほぼ間違いなくぶっちぎるのですが、それによって馬主は多くはありませんが賞金を稼ぐことができ、しかも勝利する瞬間を見ることができます。高知競馬にとってはそういった実績馬に所属してもらいやすくなるというメリットがあります。こういった制度もあり、低迷期には全国交流重賞では全く歯が立たなかった高知競馬所属馬が活躍を見せるようになっています。人の面でもジョッキー不足という問題を抱えていたのですが、ジョッキーが足りないからこそ、レース騎乗の機会を得られるということで、他競馬場からの機関移籍を積極的に行っています。特に南関東などの人気地区でレース機会に恵まれない若手ジョッキーが、武者修行の地として高知競馬が選ばれることは多いです。高知で腕を磨き、ジョッキーとして地位を確立したというケースもしばしば見られるようになりました。さらには武者修行に高知に来ていたジョッキーがそのまま高知に移籍してしまうという例もあり、ジョッキー版アイターンが成立しています。将来的な目標としては高知競馬から全国クラスの活躍馬をということが目標となっています。各種ボーナス賞金の贈呈など2歳新馬の入厩を増やす取り組みが始められ、初年度のディアマルコ、2年目のフリビオンと立て続けに3歳の地方交流重賞に遠征して勝利する実力馬が登場しました。高知競馬から全国クラスの活躍を見せる馬が登場するのもそう遠くないかもしれません。